ワンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。クライミングコーチの伊藤です。この授業ではボルダリングを楽しむためのコツを教えていきます。背中の使い方を説明します。登っている際に背中が丸まっていると背中の力は使いづらくなってしまいます。体を起こして少し胸を張るようにして登ることでしっかりと背中にも力が入りやすくなります。背中に力が入ると大きい動きも可能になります。ボルダリングはまず自分のペースで楽しんで登っていきましょう。